まあ正直なとこ言うと本当に来年はケアマックスが開催されるかどうかわからない。日本人が言うここで優勝しないと来年はもうないかもしれない。完全に勝つもしくは KO で勝つっていうことを証明して、まあ、俺の方が日本で一番強いんだぞという試合をしたいですね。自分も甘かったっていうか、だからもうこれから本当の世界で本当の戦いになっていくと思うんで、自分がどう見せれるかによって今後の自分と今後のマックス全てかかってると思うんで、シルラ選手もシルラ選手、多分崖っぷちじゃないですけど、これにかけてくるっていう思いで戦いに来てくれると思うので、そこを逆に自分も守りに入らず打ち合って KO を狙いたいと思ってます。競技違いますけど、人を殴って倒すっていうことについては同じだと思いますので、その辺の貪欲さというか、殴って倒してやろうという。マックスを作る可能性、僕しかないですよ、まあ、新たなマックスを作り、人々の興味を引き、そしてマックスとしてを、それは僕のジェンオンの役割だと思ってます。Motivazione, voglio vincere perché uno non è stato mai nessuno che ha vinto due volte di fila, no? Il Kevin Max. E due, voglio essere il numero uno assoluto. 今年優勝できなかったら多分ずっと優勝できないと自分では思ってるんで、実力で自分の評価を上げていけるのか、ただの無冠の帝王で終わるのか、その狭間ですね、今年は。